さか伝承のクロード様。お助けくださりありがとうございます。大綱の村にいたところ、幾千ものカラスと妖怪が現れたんです。俺の船があります。どうか村をお救いください。ここにいます。天狗が行くところ、カラスの姿あり。そして破滅をもたらすのだ。天狗は思いのままに姿を現し、人を操る妖怪。人の一大綱の村に着いた。しかし一目見てわかる、村は死の影に覆われていた。ありがとうございます。恐ろしかった。取るがいい。小物を見つけた。ありがとうございます。川の向こうにも仲間がいます。あの妖怪ども話してました。知らない言葉でしたが、恐ろしい響きで、聞き取れたのは一つだけ、ハンニャ。敵がいるぞ。小物を見つけた。どうしてこんなことするんだよ。
天狗に殺されちまった。もらっとけ。ここで休めるな。寺から来たようです。それとホラ、ホラにはお気をつけください。かくしてクロードは山を目指す。民を苦しめる天狗を止め、皆を恐怖に陥れたホラを見つけるために。何も知らぬまま進もうというのか。民は怒っている。この島も怒っている。天狗が体を得たことで、じきに我の再来が知れます。森の遠くに寺がかすかに見えてきた。クロードは道を急ぐ。天狗の生まれる地を探すため。道はさらに続いている。増表明
ついに洞にたどり着いた。中から天狗が破れ、平穏が訪れたかと思いきや、クロードの前に小次郎が現れた。かつてアシュラに気に入られた。だがイオの呪いはアシュラの力をも変えているよ。切られ、天狗を操る力は失われた。こうして大綱の民に安らぎが戻った。しかし天狗のことはさらなる災いの前触れに過ぎない。